こんにちは。有限会社人事労務の吉と申します。社会保険労務士をしております。今日は海外派遣海外出張ということでお話をさせていただきます。私のお客さんでですね、飲食店をやっているお客様がいるんですけれども、その飲食店は本当に少数でやっている会社なんですが、今度東南アジアに進出するということでですね、かなりご相談をいただいておりました。ただ、社長がもうそのまま、店海外に作ればいいんでしょっていうような形で考えてもうスタートをしてしまっているんですけれども、かなりその後で考えてみると、かなり法律の的な保険だったり税金だったりっていう部分の保険の部分が変わってきますので、その辺のところで後で混乱をきたすっていうことも十分考えられますので、今日はその辺の実務の部分をお話しさせていただきたいと思います。次に社会保障協定のお話をさせていただきます。社会保障協定ってがない時代は日本で社会保険に入って、また海外でもその社会保険と同じようなものっていうところの保険に入らなければいけなかったっていう、その二重加入の状態になっている。なのでその本人にとってはその同じような保険に2つ入るっていうのはかなり不利益というかですね、手取りも減ってしまうっていう事態が起こっていたんですけれども、そういったそのことをしてしまっていると、その国間でのその交流っていうものもなくなってしまうっていうような考え方から、そういったところでその協定を結んだ国に関してはそのどちらか一方で加入すれば、一応そういった加入しているっていうことにしましょうっていうルール、それが社会保障協定の、簡単に言ってしまうとそういった概要になっています。まず社会保障協定の目的として、保険料の二重負担を防止するために加入すべき制度を2国間で調整する、これ二重加入の防止っていう今お話しさせていただいたものと、あと2番目、保険料の掛け捨てとならないために日本の年金加入機関を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた機関とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにすると、年金加入機関の通算、この2つが大きな目的っていうような形になっています。で、どの国でも年金の社会保障協定を結んでいるかというと、そういうわけではないです。で、そこをちょっとまとめさせていただいたのがこの下ですね。発行状況っていうところで、協定が発行済みの国っていうのは、ドイツからハンガリーっていうようなところで、徐々に増えていってはいるんですけど、全ての国じゃないです。